はい、8時43分。はい、どうもこんにちは、チャイです。今日はプレゼンやりたいと思います。プレゼンっていうか、まあ世界国内か、これ。うん。をやっていきたいと思います。と、ゲストに、夏マリオさん、タツトウさん、フローさんを呼んでいます。それでは皆さんどうぞ。はい。まずは夏マリオさんから。はい、夏マリオと申します。実況動画とか上げています。はい。DKS ロボドクロス、またタツトウさんのだわ。はい、よろしくお願いします。次、タツトウさん。はい、どうも、タツトウです。まあ、今回はね、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。あと、クロウさん。また気違いでやってきますけど、クロウでございます。もうね。これ見てる人は絶対もう、こいつは絶対気違いや。絶対これ、土地食ってるかと思われてますね。あ、ちょちょちょ。注意。じゃあ、また改めますけど、よろしくお願いします。はい、よろしくです。ちなみにフローさん、ちなみにフローさんプレイしてません。はい、僕はコメンテーターとして活動しております。私はキチガイです。自分で言っちゃう。何ヒーローって誰だよ。ちょっないんだけど、昨日の試合あんなことやこんなこと言ってしまった。いやまあここは動画上言ってはいけない。そうあれは言ってはいけないんだよ、動画上は。うわーやべ、すごい、今からあの F ワード的なパターンですかね。比較しながらなんちゃらだか適当に会話していこう。はーい、まあ、適当に雑談プレートとかね。さっきみたいな、ね、質問ヘッドプレートとかじゃないんで。ゲソふざけんな。ゲソかイカ娘ふざけんじゃねえよって言っちゃったら、ね、あれ俺ミラーのそれとかショートカット、ヒーロー落ちた。ヒーロー。ぶっちぎり。お、あれ、夏マリオさんかい。まあちょっと軽く質問してみますけど、今回の動画とかっていつ頃上げる予定ですよ。2012年3月2日。遅い。長いそれは。うわ、ちょっとバーカ。ざまあ見やがれて。またフローさん。ちょっと兄出たろ。ちょっと待って。ちょっとだけでタイミング調整しろ。ちょっと待って。五人なのサンダー誰に？あるんだ。あります。でも僕は簡単。まあ僕わかんないやん、そういうこと。クロさんわからないです。俺ちょっとバカ野郎、ゴールしちゃったかね、夏マリさん。よし、にひでー、これはない。はい、わあれ、あーやばいやー、これ僕終わったな。増えたやべえ、これ僕終わったわ。次バス寄るのは9時17分やりそうだな。やばい、終わったな。何の話。何でもない。何でもないっすよ。さて次のレースは、次のレースは遅いな。遅いな。まあいいや、とりあえず帰れるところは分かったんで OK とっていうことや。とりあえずおお、増えたあれ？また？ゼロヨッシーさん入ってきました。また？身内5人？これが。5人？これが実質身内。もう1人は？実際そういうことですよね、多分。うんうん。みんな違うな。マリオサーキットがあるぐらい。ああ、もうダメだ。もう一回、もうあれ一枚かな。OK。オーケー、よし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 。ちょっと待って、負け沼が増えた。負け沼いらねえ。で、今回コース、お化け沼ですか？次は。ないわ、DK 持ってんとか。DK?DK って動くか、DK って動くかないか、あれなんや、ドンキーコンか。名前が面白いんやな。
意外とね、なんか、そう、ドンキーコングってね、ずっと言ってるけどね、なんか笑けてくるんですよ、なんか。なんか笑けてきちゃって。あ、アイテム取れねえ。アイテムにギャングスパレてしまうという、この幼稚園。アイテムそのうちグランツがリッチの実況でやるけどこういうのやってきやな。あれですよ。今のところ状況はどんな感じでしょうかね。チートもいないし。チートいないよね。いないですよね。いません。ないですね、さっきみたいなあの怪奇現象的なのは怪奇現象ないですよね。すごいですね、平和ですね、なんか平和平和でも平和じゃなくて逆にそういうのがあったらそうするとなれたそういうのどうなるかっていうと僕が生身上がるか言うからそうするとなんか納得調子でもうそういう風に言っちゃうとね、僕はね、任せは言うからまたお前、表に出ろってただそれ言うだけだからあー、しまった、そこでトンネル最中のスターは全然意味がないスターの意味は全然意味ない残念だったなって残念でしたってあれ、雲誰、ね、誰だ、雲ビリビリ、ビリビリ雲やってみますよ、ビリビリがあー、見えなかったやさあ、今のところ1位は誰でしょうねあーそう、もうね、あのもうさっきまで絶対に、ね、発狂セットやってからね発狂しまくってからちょっともうあれかもしれないさすがにちょっとテンションが落ちちゃうかもしれないヒーローにやられた誰だよ、ほんとそいつさ誰ヒーローあ、嘘でっかいさ、はい、正直よ、その人さ、でっかいさヒーローマンかアニメ知ってるんじゃないのどうだろうあー、どうでしょうね、ヒーローマンってとんでもな大丈夫、ポンと使ってあげてくれよ、あれあー、で、次あれですよねえ、もう正直ね、マリカってもう正直思うんだけど、ドリフトとかするともう全然アンダーステアとかオーバーステア全然関係ないですよね、これ。依然レース中ですかね、もう。ショットトットができないわ、ほんとこのコース。だから嫌いなんだよ。できないんだよ、これ。そういうもうできないコースっていうのは純粋に走っても速いかもしれないですね、やっぱりヒラの状態、めっちゃ減ってる何ポイントやられましたかね、今回は129かなり減りすぎだよかなり減りすぎな気がするけどめっちゃ減ったわ、このコースうわすっ飛ばされましたってね見事にやられましたって感じになってますよねんで次のコースは何でしょうねさあどこになるなんかいい感じの部屋になりつつあるかもしれないいいですね落ち着きますよ同じような感じですもんねみんな落ち着きますねほんとワリスタジアムできたわワリスタジアム、はい、終わりスタジアム来ましたねはい終わりスカジャム言っていいんだろうかお、夏マリオさんのだおもかんさてさて、次マリオスカジャム次のコースは無色センターに無色センターいや、怖いあんたゾンビかよあ、またスタートラッシュできんかったなんでタイミングを少し間違えちゃったあれ、あれ今レイジが止まってたまさかの瞬間移動岡のつもりか瞬間移動はなかったなかったか瞬間移動あったらもう間違えたそうだミラーだったミラーだったんだミラーだったミラーだったチームフレンドの人はどんどん多くなってるねこの感じ爆破おかんはい
何もやらずインターンあれってわけ何もやらず実況してるわけだどうしようこんなんやったら合間のビーザガイもやってもよかったけど合間なぁ合間なぁでもね合間楽しいよ本当楽しいっす面白いWorld とか言うからあれ超面白いお前この世界行けないなんで動画来んだよもうそれは多分なんでこんなちょっと待ってちょっと待ってちょっとふざけんなすんませんでしたふざけんなよなんで1位からさ来たおかしいやろおい邪魔は見やがれてめなんか知らんけど逆転したありえねえ180も来たはははは逆転した残念ですかってねコンピューターに嫌われた恐れがあるいやコンピューターに嫌われてないから誰かに嫌誰か恨み持ってるじゃないかもしかしてひそかにひそかに誰か恨み持ってるから怖い怖い怖いなんか自分で変なこと言うけど怖いなんかゴールでもうゴールしましたかね。でね、ちょうど僕はもう眠くてたまらないっていうね。もうほんとダメだ。もう昨日とかも全然寝てなかったから。あ、奥4の DK ジャングルパークにすればよかった。DK またドンキー。いやでも DK 続きってのもな。しかも夏マリオさん今度キノコキャリアにしてきた。キャリオン。おお、達藤さんの来た。次何の構成？悪い字スタジアムです。はいはいはい。意地悪スタジアムですね。はいはい。考えたら悪い字って意地悪系みたいなね。はいはい。出て出て。痛い。イデーあーしまったうお危ねイデー大丈夫大丈夫ちょっねえ。トガルコ、トガルコだったらね、あのおすすめはあれですよ。ヤンデレバスのトガルコとか超面白いですよ。大丈夫。ヤンデレバスのトガルコ、本当面白い。おい、ちょっと妨害かこれ。妨害。バイクとか使ってると本当妨害がうるさくて止まらないですよ。よっしゃ、妨害してくんだろ。妨害。妨害してくんだろ。こっちはキャッティアンやんってね。こっちは潰してやんのこっちは潰してやんのそれがね、あれですよあの、ハッタロジャンかっていうねイタコのオックスのセリフみたいな引っかかったちょっと妨害するのよどかんいや、あの、今の地上げさっきと飲んでもしてるエクスプローションはぁ、エクスプローションほんとに来たエクスプローションできたどうはいパウで落ちるとかないんだけど。マジすか。よし。なんだよ。もうはっちゃけそうだな。絶対はっちゃけーる。一気で。あうあうあうビッシュ。誰だ。あのファンキーコングは。めっちゃ速い。出て出て出て。私には。はあ？いや何ですか。ちょっと待っ。さっきらが。達郎さん激ラだ。なんか4位。6位とか7位になってるし。どこで抜かれた。どこで抜かれたんだほんとにどこで抜かれたか全く分からない。まずい、大幅にレートが下がった。最悪だ。
なぜか上限高とかや。あれ夏さんの上にいる。8200。まあ。よし、でしまう。にやかでよかった。それじゃあ15分だし1回切ります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。